こんにちは。あの、格闘技のイベントでブレイキングダウンっていうのがあるんですけども、なんか、いわゆるね、格闘技界からちょっとね、あの、一目置かれてるというか、これ、悪い意味でね、ちょっと距離を置かれてるみたいなんですよ。まあ、というのが、まあ、チンピラの集まりというふうなことらしいんですよね。で、え試合時間は1分間。だから、瞬間的な爆発で勝敗がついてしまうこともある。と。 まあでも格闘技っていうのはあのラウンドってものを2分とか3分で切ってで3ラウンド4ラウンドっていうふうに、まあ、組み立てる持久力とかそれからなんか展開力とかねさまざまな要素があってのことだと思うんで瞬間的なもう長反爆地みたいなあの勝負ではないという風な見方だったと思うんですよあの詳しくは知らないですけどね実はね。 うん、まあ、だけども、同じような格闘技に見えても、やっぱ一線を隠すものっていうのはあるんだなっていうのと、反対に言うと、その格闘技の場所では全然及びもかんない人にでも脚光が浴びる場面があって、商業的にはそっちが成功してるとかね。まあ、そういう風な矛盾とかあの、いわゆるジェラシーもあったりするのかなと、いろいろ渦巻くわけなんですけども、まあ、一つ言えるのは、既存の格闘技の枠に縛られずに、新しい、えー、まあ、一分勝負みたいな、 ところを作ってみたらそれがまあね時代的には受けたのかなっていうところですよね、うん、格闘技すらだからじっくり見ている暇がないという世論なのかあーそれからボクシングの試合もね確か15ラウンドっていうのがあったんですけど廃止されて12ラウンドがマックスになってるんですよねあの時代の変化とともに、うん、こういったコンテンツも変化していくのかなっていうのと、うん、やっぱりね骨太の格闘技を まあ、プロレスを始めやってても商業的にうまくいかなければ結局食えなくなってやめるっていう状況があるところに時代に合ったものをね時代に合ったあプレイヤーで固めていくと、まあ、時代が作れるってことなのかなというふうに思いますね。だからひょっとしたらあのなんか可能性ってのは未知の旅への挑戦なのかなとかねやったことがないことをやってみるみたいなことの連続なのかなと思っちゃうんですけどいかがでしょうかねブレイキングダウン。